い、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、チキン南蛮。そう、チキン南蛮をね食べようと。そうなんですよ、チキン南蛮で、もうね、鶏胸肉にね、あの塩コショウして片栗粉をつけて油で揚げてあります。ちゃんとそぎ切りにしてある。で、それでこっからチキン南蛮するっていうことよね。で、とりあえず、みつかん簡単酢をこうボウル、適当、まあ結構適当なんですけどね、バーッと入れちゃいます。バーッと入れて包丁入れよう。で、ここにあのお醤油、醤油をねちょっとちょろっと、このまま、これであの甘酢完成で、甘酢です、甘酢。ここに雷がねすごいね、もうこれからまあ夕立がバーッと来るんだと思うんで、ここにあの油で、片栗粉をつけた油で揚げた鶏胸肉を入れます。で、あえたのをねこうお皿に盛り付けるわけですよ。バーッと、最後にこう市販のねタルタルソース、これをもうちょっと先に、これ先にちょっとこのレモンの方をね使い切りたいと思います。ほばーっと、でチキン南蛮のカザルスです。いやー、7月27日土曜日、お夕飯食べましょう。腹減ったね、腹ペコペコよ。暑いからさ、昼そうめん食べるじゃん、もう夏だと。っていうか、そうすると腹減るよね、やっぱ。本日のお夕飯、あれ大丈夫カメラ、あれ大丈夫か、本日のお夕飯チキン南蛮でございます。美味しそうですよ、もう簡単ですよね、もう簡単、まあ簡単でも美味しければいいですよ。まあ本格的なね九州のチキン南蛮とは違うのかもしれないですけど、まあ、簡単にパパッとできるよ。チキン南蛮のさ、元みたいな売ってるから、ああいうの高いじゃん。よし、暑かったね。よし、お疲れ、疲れてないけどね。ああ。で、こっち？こっち。唐辛子。ああ、ご飯、こぼす。鶏肉と冬瓜の煮物ですよ。ね、今の時期だけですからね。うん、まあ冬瓜は冬まで保存できるから冬瓜らしいんだけど、売ってるの今じゃん。で、安かったの今日、150円とかそんな。あ、チキン鍋いただきます。いただきます。超うまいぞこれ。いただきます。いただきます。はい、もう完璧なチキン南蛮です。はい。うん。もう素晴らしい、もうチキン南蛮ですよ。うん、
まずがいい。みつかん簡単水でお醤油ちょっと足す。甘酢完璧。うん。うまいね。ね。揚げ物なのにさっぱりしてていい。まだこれ鶏むね肉いいね。薄くそぎ切りにしてあるから全然パサパサしてない。うん、いや優しいお味でございます。動画の煮物にも鶏肉いたんだけどさ、なんか鶏肉鶏肉になっちゃって、まあいいじゃない、鶏肉鶏肉の。あ、おいしい。ナンバーうまいな、ほんと。なんか今日いろいろな質問が来てた、コメントで。ニューバランスの靴、あれ、あのね、574。996じゃないのよ、574の。996だとね、なんかマークきついんですよ、996履くと。足が痛くなっちゃう。だからこんなのよ。そうなんですよ。574の色違いがね、もういっぱいある。よく履く分だけ玄関に置いてあるんだって。ほんと無駄にあるんだよ。うん、うまっ。つけなんばさ、正解だわ。暑い中我慢して揚げ物してさ、大変よ、ほんと主婦は。私たちちゃんと主婦ですから、主婦ですよ、ほんと。
なんか雨降りそうだな、もうさっきから雷がゴロ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 、空が暗くなっちゃうけど、でも今のところ降ってはない。降り出した。今のところ降ってないって言った途端に降り出した。じゃあ最後のチキン南蛮です。美味しかった美味しかった。いや素晴らしかった。やっぱチキン南蛮うまいな。自分で作るチキン南蛮もいいな。よかった、お腹いっぱいです。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。